らゆる町のあらゆる人を訪ね、僕は何日も何日も小さな部屋を探した。当たれるところは全て当たった。そしてついに理想のタイニーホームに出会うことができた。よし、早速この目で見に行かなきゃ。狭い部屋に初めて足を踏み入れるとき、この感動は格別なんです。このむき出しの壁、何の変哲もない角っこたち、お互いに溶け合ったスペース、人生がギュッとコンパクトに収まる空間、完璧だ。こんな狭い部屋で一体何ができるんだろう。そう思ったあなた、この小さい空間の可能性にまだ気づいていないだけなんです。幸い僕にはどんな空間にも対応できる IKEA のインテリアデザインチームという頼れる仲間がついてる。どんなに小さな空間でも。早速チームに連絡しよう。もしもし、不動産エージェントのブローハイです。ブローハーイ、千尋です。いや千尋さん、ご無沙汰しています。素晴らしい10平米の小さな部屋を見つけたんです。見てください、こんなコンパクトな小さなシャワー、トイレも。そしてこの部屋、実は2つの空間に分かれていて、1つは下のスペースと、その上にロフトがあるんです。おお、いいロフトですね。早速プランを練りたいのですが、まずはこのロフト、どんな空間にできそうですかね。ここにはコンパクトな居心地の良さがあるので、睡眠をとるのに最高の場所にできそう。あとデッドスペースをうまく収納に変えて、例えば照明を置いたりしたら、もっとゆったり過ごせる空間にできるんじゃないかな。すごい、もうそこまでイメージできてるなんて、そこで僕も寝たい。じゃあ下はどうしましょう。まず下のフロアは確かに狭いけど、明るさも十分あるし、リビングスペースとしてのアイデアがたくさん考えられそう。本当ですか。じゃあ窓の下のコーナーは何ができそうですか。そうだな、いろいろな使い方ができる一角にしちゃいましょうか。ゲストをもてなすこともできたらもっといいですよね。あ、ソファーベッドを置くのがいいかも。まさに一石二鳥のアイデアだ。じゃあこことかは、なんか収納一つ欲しいから、動かせるものを置いてもいいですよね。小回りの利く収納ワゴンとか、必要な場所に動かせるのがいいかも。キャスターがついたワゴン、とっても使いやすそうだな。最後にここ、これだけの壁があります。天井もこんなに高い、いろいろできそうですよね。まさに縦のスペースをどううまく使うかが鍵なんです。縦のスペース、こんなにたくさんある。いや、チームのみんながどんなアイデアを持ってくるのか早く知りたいな。ブロー、はい、今からチームのみんなと行くね。それじゃあホームファニッシングパーティーの始まりだ。次回ついにお披露目、 IKEA のインテリアデザインチームは一体どんな部屋を作ったのか。狭い部屋にもソリューション、 IKEA の家具付き10平米が月々99円であなたのホームに。今すぐお電話を。0800やればブラハイって。